僕が考えているのは、要はメーカーと,と同じ立場で、えー、ブランディングと広告費をかけて、えー、やっていきたいので、まあ EC も含めあスーパーさんとしては売る努力をしなくても多少う,うちの広告宣伝でお客さんも来てくれるっていうメリットがあるのかなっていう提案は、えー、それはないんじゃないですかね。それはないですかね。うん、結局広告費もぜ結局原価に乗るからその分。 原価がが高くなってスーパーパの利幅が減るだけなので例えば運通コストとかも都内のえースーパーさんって言いましたよね。今いだったらなんか都内に作った方が家賃は高くても運送コストは減るでっ,ったりとかそのどんだけコストを下げるかっていうところにその広告をかけてやるではなくてもうダイレクトにあのつながって運送まで都内であのハウスを持って運送まで自社でやるぐらいの。 方が勝ち筋あるんじゃないかなと思うんですよね。<あ> P R をなんで自分でする必要があるんですか？生キクラゲそ。それはですね、あの E C でも販売していきたいっていうのがあ一つありまして、うんうん、去年作ったものはあの E C でちょっと試験的に売ってみたんですけれども、あのあの日の歯ごたえという商品名でこう売ってるんですけれども、あのー、それがまず生きくらゲとしてが一つなんですね。で、それで売れなかったものは乾燥に回します。 で乾燥に回したものっていうのは、えー、ずっと半永久的に保存が効くのでそれをいろんな加工品にしてきくらげラー油とかきくらげなんカレーとかいろいろあると思うんですけどそ,そういったもの OEM で、えー、商品化してそっちも一緒に EC で販売していきたいというのが一つ、まあ、どっちにしても広告はかけていきたいっていうのがありますね、はい、でも生の需要ってそんんななないいじゃないですかね。 と思ってスモールスタートしていったところをまあ売り切れがこう売り切れたりしたのであこれだけ好きな人がいるんだっていうのが実感したところです、ね、でも50万円ですよね、売れたのってえっとそうですね50万の予算で80万円ぐらいの売り上げでしたね、3でね100万円分作ってもそれは売れなかったかもしれないということですかあでも売れたと思います、あのもう、ま、次の生産まで待ってくれ、待ってくれ、待ってくれみたいな感じで注文は入ってたんです、ね、そうですすそうね<ー>注文身の回りですか ほぼほぼそうです。で身の回り。はい。あ,<ー>あと、あの、あのタクシー会社で、こう、きくらげ栽培が始まったので。まあ、キャッチーでもあり。あの、それそこを全面に出していこうと思って。いや、やっている多分、多分なんですけど、武田さん、い、聞きたいのは、はい、身の回りだけで売ってたんだったら、売れるんじゃないのってことだと思います。はい、要するに、身の回りだから、はい、自分の友達じゃないですか。はい、だから、売れただけじゃないの。 地元帰って A と B のバーがあって A は友達で B は知り合いじゃなかった A の方が多少高くてもそのバーに行くじゃないですかはいはいはいひくらげも一緒なんじゃないですかそうですねまあそうもちろんそれもあると思うんですけどあの例えば友達の飲食店にもろしてみたんですよそれは友達だからですそうですで、うん、そしたらその友達のところでのお客さんたちがすごいこうファンになって次いついつって言われて 早くつ次のちょうだいみたいなこともあったので、うん、一番危ないパターンだと思うんですよね。人間と本音と建前ってあるじゃないですか。えー、知り合いだと、例えば彼女の家に行って。はい、あの、彼女のお父さんかお母さんが料理食べ、あの作ってくれて。はい、その料理って、まずくても美味しいって言うじゃないですか。いますね、知り合いだから。はい 美味しいとか、ね、そういういいレピテーションを言ってるだけなんじゃないですか。はい、なんかそういうなんか市場調査とかスモールスタートとか。はい、そういうところって、あの、あると思うんですけれども、その身の回りのデータを。一気に市場に持ち込むっていうのは、はい、俺すごく危険だと思うんですよね、はいそう。一回身の回りの話は一回なしにして話した方がいいかもしれない。はい いや全く同じでだからなんでメルカリで売らなかったのっていう話を僕としてはそういう実験の段階って、まあ、厳しい状況下でも売れるかどうかっていうのを試すのがスモールスタートのポイントだと思うんですよね。はい、なんか自分の甘えたその身内だったらそれは売れるだろうって僕は思っちゃうんではい、はい、ちょっとそこで逆にこれ拡大できるなって一気に拡大したら、はい、危ないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。はいは 中国からこっちに持ってくるキクラゲよりも日本の方が高いんですよね、はい、高いですもちろんそれ,それなんでなんですか、運輸コストがあって、なんで日本の方が高くなっちゃうんですか、乾燥だとしても、えっと、そもそもの,あの生産量が中国はものすごい多いのと、うん、あとは、まあ、正直、品質はやっぱりそれなりあ悪,悪いというか、もう本当にこう、なんていうんですかね、まあ、ちょっと言葉が、きれいな言葉が見つからないんですけどそもそも生キクラゲも中国から輸入してるんですか あ違います違いますよねってことは中国から来るものは全部乾燥ですねそうです、はい、生で出せるなるほどじゃあ生で出せるのは日本産だけそういうことですなのでさらに希少性あそこに希少性があったっていう国内でそのキクラゲの生産をしてて失敗例ってないんですか二酸化炭素濃度が高いところで作ってしまうと危険になってしまうとかそういう失敗例はいくつかあって水の上げすぎとかそれはやはり農業いろんな農業と一緒でそもそも費用って何がかかるんですか人件費ぐらいですよね 作るのにですね。はい,はい。はい。はい。あのー、人件費と、えー、光熱費です。どれぐらいかかりますか。最低三十平米で、金賞が約千五百床並びます。で、えー、金賞自体は月に十五万円ぐらいかかります。金賞手に入れるのにってことですね。金賞を買うのに、月にじゃあ十五万円ぐらいのコストがかかってきます。はいはい、えや、ー、暖房光熱費が約十万円、えー。その他パッキングだったりするものに、約五万円。 三十万円ぐらいです。で、そこから取れるのが約七十七百キロから八百キロぐらい。まな、あ、え二千円でいうとえ百五十万そうですね四五十万円ぐその中のコストは今言ったものですね。人件費どれぐらいかかりますか。あ、人件費は一人で行けるんですか。一人で行きます。ボロモホケじゃないですか。一人は月切りで見ないといけない環境なんですか。ぐらいですね。その千五百所今言ったプランだと一人がえ二十五日間。 フルで収穫洗ってパッキングまでしてそのぐらいの量になりますそのフランチャイズ化する意味ってないと思うんですよそもそもプラント自体が安くで作れるわけでしょはいあのプラント自体を作るのに高くついてるから他社は多分フランチャイズにしないと無理なだけであってわざわざ自分の利益減らしてですねフランチャイズ化する必要ないような気がするんですよいければ自分でやりたいですあ行ければ自分でやりたいですあただその、まあ、うちも土地が持ってるわけでもなく 借りななけければいけないとか、はい、空き家も借りなきゃいけないっていうのがあるのでスムーズに進められるかっていうのがちょっと一つネックなのと先々これは本当に夢のような目標になっちゃうんですけど絹川温泉とかにハイホテルがあるじゃないですか廃墟はああいうところを利用して地熱というか温泉熱とかその水を利用したものを先々やりたいなっていう目標もあります一つ。 これは相当高感触な感じがしますがどうですか消費者をまず切った方がいいですね、うん、普通に 2B 向けに卸しをしてった方がすごく 売りやすいいのかなっていうまあじゃあエンドユーザーにこの楽天で売ったりとかそんなんじゃなくって違います普通に商品としてじゃあ例えば生きくらげという商品でこんぐらいの他の店舗では利益が上がるんですこのメニューを入れましょう、うん、うちから仕入れてくださいみたいな営業の方が効率的なんかウェブ戦略とか語らなくていいって感じですね、うん、で生産側で言うと実際にそのおっしゃったようにフランチャイズいらなくねっていう。 そうですね、普通にこういう部屋でじゃあ例えばワンセルごとにじゃあ9万8000円とかの節税商品にしちゃってこれ皆さん節税しましょうみたいな税理士と組んでなるほどそういう感じでやった方がいいんじゃないのっていう、ね、やっぱり想像じゃないですかこれ,これだけ売れるだろうっていう、まあ、実績がないんで、まあ、例えばこれを1億円分用意したときに勝、はい、さんどうですか なんかそのフランチャイズであのもう本当に売れるっていうその話が本当なのであればこうフランチャイズに例えばしたとしてフランチャイズ先が自分で売れるから抜けないかなっていうことも思いましたね、うん、それだったらなんかもう自分たちでやってしまう方がなんかそのうが、ん、いいんじゃないかなっていうのはフランチャイズでいる必要がなくないですかフランチャイズする側もっていうのはちょっと思いますかね。 えあの一貫してあまり僕はあの反対することがなかったんですけど多分吉野さんと以下同分です、うん、なるほどそこは心配かなっていうのはありますね,すね本当に売れるのかっていうところですよね、はいはい、なるほどな面白いですねこれね従業員が提案してくれた生きクラゲを届けたい男の思いは虎の壁を越えられるのかいよいよ 最終ジャッジはい、えー、それでは社長の方々の、えー、意見がまとまったようなので三人以上の合格が上がりましたら、えー、サポート見事サポートということになりますのでまずじゃあ一人一人、えー、武原さんから、えー、お意見お願いいたします意見お願いいたしますサポートしません <laughs> ありがとうございます <laughs> 理由は、はい、キクラゲに興味がないから 個人的に全く興味がないです。す <laughs> じゃ続いて。えー、僕をサポートしたいですね。はい、ただ僕もあのキクライ芸に興味はないです。<laughs> お金お金に興味があるっていう、はい、はい。であのー、まあただ事前にですねいろいろまあ調べておきたいことがいっぱいあるなと思ってて。 例えばスーパーに行って例えばこれぐらいの価格で生きくらげがあれば、えー、実際に買ってくれるのかとか何件ぐらいあってそれがどれぐらいの価格になってくるのかっていうのを調べてから始めたら、まあ、確率高いいいんじゃないかなか思いました、はい、あの最後に言うと竹原さんには食べささんときましょう、はい <laughs> はい、興味ないそうなんでね、はい、僕たちだけでおいしいものを食べましょう <laughs> ということで見事、はいはい、清水さん合格となりましたのでありがとうございます。 ありがとうございました。